はい、どうも、フラナチレン5プラスの実況プレイです。よし、では場所前、まあ、とりあえず、まあ、強いはありがたいですよね。まあどのくらい回復アイテムが来てくれるか。毒消しか。あ、ダメだ、それダメ。うん、なるほど、薬草がなんかいっぱいあるな。やたらに薬草がありますね。でも下手なアイテムが来るよりも回復アイテムが多い方がまあいいんだよ、いいわけだよ。うん、やり過ごし。これ力なんだ、いけるかな。アメジスト、サッチか。うん、サッチか。投資だったりするかな。投資であるのかな。まあよかったか。なんかここで拾わなくてもまあすぐ手に入ると思いますけど。通してったりするかな。アイテムの位置が分かれば通してよね。うん、気配察知ですね、これはね。すごい大群が。どっちが小春でどっちが怒んですかね。分からないですけど。あ、動かないな。その場で、とどまるのか。ガクガク。そういうことであれば。真空切り2枚だね。うん、2枚助かるかな。でも2番目のボスだな。2番目のボスに結構有効ですね。これ吹き飛ばしか。どうしよう。薬草こんなにいらないか。ちょっと大きなおにぎりしまっておかないとな。なんか食料豊富なダンジョンですね。石があるから稼いできますかね。ここか。ちょっと待って、どこに飛んだ。なんかとんでもないとこ飛んでるね。これは良くないか。ここかな。どのくらい稼げるか。まあ数十本あればかなり引きはいいと言える。まあ、ちょっと稼げますね。
14本ぐらい。ほんのいってないか。13本か。まあいいか。1本下にあるな。まあいいかだ、それはいいや。よし、じゃあ次行きますかね。割とこう罠壊れやすい気がするよな。で、1500ギターないので、まあ諦める気はないかな、この子はね。1500ギターって結構高いですね。早速ですね、マゼルンがいるわけで、これはありがたいのだが、さあどうするか。とりあえずこいつを始末しないと。どうするかな。盾今は投げらんないか。毒消しとりあえず入れちゃおうか。毒消しだね。あとは何かある？あ、毒消しか。店があるぞ。あれどこ行った？これか。何か置いていくか。こんなところにしておくか。よし、では回ってこようか。サーチ強いね、やっぱり。まあいいや、放っとくか。おっと、ちょっとはぐれたくないぞ。あ、ちょっと待って。右が店か。あ、これはいいね。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、でもメインにしたいね、本当はね。どうしようかな。でも昼立ての方がでもは有効かな、多分ね。換金か。なるほど、まあ換金は売ってしまうか。まあ、とりあえず、まあ、見るか。お払い。刀いらん。機内は買っておきましょう。昼の盾でも、たくさん出ますね。保存もでも必要か。ラピスラズリ。まあ、これ、識別だけはしておきますか。これ、力か。今回は泥棒は無理かな。鈍足か。まあ、とりあえず、まあ、こんな感じしとくかな。鈍足は重要ですからね。なんか前回、倉庫に置いたやつと合わせれば、2本あるわけだから。よし、これでいいのではないかと。あとはマゼルンを探すか。仲間がいると全然違う。仲間がいると楽だね、やっぱりね。大根来るか。確か強敵だよな。これでいけるかな。それでも2発か。
ちょっと待てよ。小春のレベルが上がらないな。敵が大群で来るな。ちょっと待て。こうか。よし。いや、まだ来るぞ。待ち受けるか。こう敵集まってくるポイントだね。いや、一本必要かな、あいつ。マズルではないと。いや、温存で。まあ、合成のチャンスはまだあるよね。ちょっと上回るか。あ、降りて、あ、まだあいつは乗ろうしょか。まあでもこんなところにしておくかな。大きいおにぎりが2つあると。なるほど。まあ油断はできないかな、とりあえずね。杖を入れておきましょう。まあこんなところであろう。右から来るのは、うん、まあいいか、行っちゃおう。今回は店があるっぽいぞ。うん、保存多くて助かるな。 NPC 多いですね。しかし金がないのではないか。右下が店っぽいな。うん、ギャザーが。やっぱり小春のレベル上がらない。行商人だったりする。違うか。ほがみセット、なんかいいものありますかね。幸せ使い捨ての板、基本値プラス3、どうですかね。これが円筒か。円筒有効だよな、多分。あ、なんか2番目のボスがね、あの投擲無効なんだね。だから有効だと思いますね。基本値プラス3、どうだろう。まあ、とりあえずマゼルの数少ないみたいだから、まあとりあえずは無理か。成長、変えることは変えるか。なるほどの。左からは、左にいるやつらは、うん、ギャザーか。あれ、ドレイン特攻入れたよな。ドレイン特攻入れても結構苦戦してますね、あいつに。いや、一発。
打った方がいいか。下からは、うん、敵集まってくるか。危ない。いや、一発。マツルいないですね。一歩寄る。あ、ちょっと小春倒されたじゃないか。そしたら鈍足があるか。鈍足吹き飛ばしもあるな。じゃあ鈍足かけて、ちょっと危ない危ない危ない、しびれ刺さりになっちゃったぞ。しょうがないから、まあいや、一旦寄せて、まあそうなるだろうなと思ったけど、当たらない。ダメージは通るな。上からはギャザーが来ると。うん、大丈夫、悲しがることはない。二人は試練の中に生きている、経験値として。あー突っ込まれた。今は天罰っぽかったな。左行くか。あ、マゼル来たか。特攻入れたいか。いや、待てよ。炎半減が先かな。どっちだろう。でも、当面役に立つのは、特攻か。いや、でも、金切りでもそんなに強くないよな。多分。とりあえずこんなところか。あ、成長飲んどけばよかったか。成長飲んでおけばよかったかもしれん。まあそれ倒そうか。まあ満腹度的にはそんなにいい感じではないから、まあ、なるべく早く行った方がいいですかね。店何があったんだっけ。店何があったか覚えてない。大したもんじゃなかったかな。もう一回見とくか、念のため。大根強敵、あ、スーパー状態になりましたと。幸せ、お祓い、使い捨て、胴たぬき、遠投、力。なるほど、まあ、いらないか。よし、じゃ行こう。ちょっと罠チェックしながら行く？で、満腹度問題になりますよね。それは本当に。それ一撃で倒せるかどうか確認するか。何の罠だかわからない。あ、一撃だ。なんか罠を踏むことによって、でこのスーパー状態解除されるらしいのですよ。まだここで合成できるチャンスがあると。あとは盾の合成をしたいか。なんか状態解除されるためになんかいくつかこう条件があるみたいで、金庫か。一撃倒せないこともあるようだな。左から接近してくるのはサソリか。うん、稼げるか。じゃあ稼ごうか。たくさん稼げればいいのだが、大したことないですねこれは。まあないよりはいいのか。ちょっと全歩確認でいくか。スーパー状態維持っていうのやってみるか。
ちょっと待てよ。一体でも退けるべきか。これは。確実にね。うん。冬特攻欲しいね。あ、成長状態になりましたね。じゃあ罠確認でいこう。こんなダンジョンでここまでする必要あるのかという、でどこまで維持できるかちょっと興味あるな。でも夜があるから難しいですかね、さすがにね。なんかマゼルのが出る気配がないな。下のアイテムはギタンか。これは動画的にどうなんだ。どうなんだってのありますけどね。下の敵なんだろうな。なるほど。どうするかな。今 45% か。おにぎり1個だけなんだよな、今な。今回食料少なめか。右に動いてるやつが1体いるから、それだけ確認しようか。そうか。じゃあ、ちょっとあんまり動き回るのもあれなんで。ちゃいますか。ちょっと合成できなかったけども、な、ツボでやればいいかなという気はしてます。あと未来の塔に行けばさらに合成することも可能。うん、よし。回攻撃よし、食料がありがたいね。あ、間違った。階段あるかな、未来の塔への階段。チンタル強いんだな。一発は落ちないか。ドロー、いやでも一撃でいけるかもしれない。やってみるか。あ、でもダメか。でも今2回攻撃だからいけると。なるほど。水星特攻レアいいんだよね。割とね。まあいいや、ちょっとここで切ろう、今回は。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。